気圧をぶった切り、風の番人、風倉小十郎かげつな、みんな、文句があるなら、相手になるぜ。甲州ヒットは、兵をかける極眼流、伊達政宗登場。ぼんやりしてたら、命が散るぜ。上杉、十文字槍の鬼、青木新兵衛。真のもののすとは何か、体で教えてやる。ではの王将、竹の目秀綱、羽ばたきをするな。ことは一瞬で終わる。大国実頼が娘、おとな。甘く見てたら後悔するわよ。吉明が弟、立岡光之助、そこを向くな。今粉々にしてやる。出羽国山形初代藩主、尾上義明である。山形の未来は全てわしに任せておけ。邪悪を切り裂く、時間を継ぐ。それぞれ大戦場の力、
ガルの日ですので、ここからは上杉も最上も仲良くしていただかなくては困りますよ。さよう。ここでいきなりいがみ合っても仕方がないから、ちょっと熱くなってしまったな。我々というものはあろうものがな。ここは 花姫様のお顔を立てまそう。本日は第2期山形沖玉愛の武将隊ファイナル公演にご参集いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。存分に楽しんでまいりましょうぞ。おー、本日は特別構成でお楽しみいただきますが、時間があまりございません。早速最初のコーナーに参りましょう。酒延秀綱様、お願いいたします。よろしくお願いいたします。よっ、赤い男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 、ファイナル酒延秀綱の俺に任せとけファイナル。ファイナル焦った酒延。ありがとうございます。先ほど我々の盾をご覧いただいたが、その盾を皆様にやっていただきたい。申し訳ございません、緊張してるの。さあ、この会場の中でその盾をやっていただく。我こそはと思うの、手を下げよう。よし、これで全員も入って該当したぞ。よし、これで選ばれていただく。ちゃんと喋れ。申し訳ございません。では選ばせていただく。誰が良いかのファイナルにふさわしい盾をしてくれそうなお方は、そなたお願いいたします。やったようですね。お願いいたします。じゃあ皆さん拍手で。どうぞどうぞお越しくださいどうぞ。お越しくださいませ。こちらへどうぞ。ではお名前を聞きましょうかの。はい、鈴木みゆきと申します。みゆき殿じゃな。みゆき殿はどちらからの人たちだ。米沢です。あ、地元ですな。ありがとうございます。ではみゆき殿にやってもらう盾の見本をこれからご覧いただこう。こちらへ。危ないんでね。そうです。こちらで見ていてください。では、ちょっと下がる。ちょっと下がる。その見本となる盾をこれからやるぞ。盾をかぶる。おわしだぞ。殿であるから。そうです。では、参るぞ。おまた上じゃん。そうでございます。素晴らしい。
そして一歩立岡殿と近づく。うん、そうでござる。つばぜり合いじゃない、で、つばぜり合いをしたら左回りに回転。どうか違うの？そうや、ちょっと違う。俺と同じくな。そうじゃ。そしたらの、一歩また踏み出して立岡殿を押す。そうでござる。でもこの時本当に歯を合わせてはいる。立岡殿がびっくりしてしまうからな。汗すごいの。大丈夫だ。会社がね、いいんだよね。そして押したら立岡殿は飛んでくれる、うん。そこでまた切りかかってくるのを横に切ります。そうじゃん。左足を出して。そうじゃな。そこで一言。つまらぬものを切ってしまった。と言ってください。そして納刀じゃな。歯を上にして。うん。そうじゃん。そうじゃな。まあ、こうやってな。おい、歯触ってる。歯触るな。酒飲み殿。そう。切っちゃうぞ。はい。そう。そして、カチッと。納刀したら、立岡殿が倒れる。そう。ここまでが一連の流れでございます。よいかの。ではな、こちらどうぞ。ぶっつけ本番で参ろうかの。おお、なんと。音楽と効果音を加えて、いざ本番じゃ！おお！マッション！参るぞ！マシマ、そうじゃ。いや！上で合わせます。したいな。はい、三回。そうじゃ。なかなかうまい。左に振るに回ります。で、押す。そう、グッと。押す。そして、横に切る。横に。よし！よっしゃじゃ。リングで一言。つまらぬ。またつまらぬものを切ってしまった。うん。ノート。ノート。ノート。そうそうそうじゃ。世界に一つだけ、世界に一つだけしかない。 A4 版愛の武将隊、何シートじゃったかな。ラミネートシートじゃ。なんかどっかで聞いたことあるけど、まさか俺埼玉の方で聞いたことあるけど、まさかパクったのか。パクったか。まあまあまあ、パクった上に忘れた。差し上げよう。パクの上秘密。うん、見事だった。見事だった。ありがとうございます。酒飲め秘訣の俺に任せとけファイナルでした。